マルコム・ブラウンはアメリカのジャーナリスト、写真家。1963年にベトナムのソーティック、クアンドックの昇進自殺を撮影した写真で世界報道写真大賞を受賞し、翌1964年ピューリッツァー賞を受賞した。1931年ニューヨークに生まれ育つ。母親は戦争に強く反対するクエーカー教徒で、父親は カトリックの建築家であった。ブラウンは幼稚園から高校3年までマンハッタンにあるクエーカーの神学校フレンズセミナリーに通い、卒業後はペンシルバニアにあるクエーカーの大学で科学を専攻した。朝鮮戦争に徴兵され、スターズストライプスで2年間働いたことから、ブラウンのジャーナリストとしてのキャリアが始まった。その後、ニューヨーク州オレンジ軍、 ミドルタウンのタイムズヘラルドレコード社勤務を経て、1959年から1961年まで、ボルチモアの AP 通信社で働き、後に AP 通信インドシナ支局長の職にも就いた。ピューリッツァー賞受賞後は、仕事の依頼を数多く受けるようになり、1965年に AP 通信を退社した。AP 通信を退社した後、ブラウンは、 ABC テレビで1年ほど働いたが、テレビのジャーナリズムに満足できなくなり、数年の間フリーランスのジャーナリストとなる。一方で、コロンビア大学の国際関係評議会の研究員をしばらくの間務めた。1968年、ブラウンはニューヨークタイムズ社に入社し、1972年には南アメリカ特派員となっている。 ジャーナリストになる全科学を専攻していたブラウンは、1977年科学ジャーナリストとして、米科学史ディスカバーの編集主任を務めた。その後、1985年に、フルスのタイムズヘラルドレコード社に戻り、1991年には、湾岸戦争報道を担当した。2012年8月27日、ニューハンプシャー州の病院で死去。81歳没。 ありがとうございます。